チェーン駆動 CVT の技術説明図マルチトロニックは1999年末にアウディ社によって売り出された無断変速機である。ドイツのシェフラーグループのルーク社との共同開発、共同製造。アウディによる表記はすべて小文字のマルチトロニックであり、商標登録されている。ダフによって実用化された連続可変変速機の原理に基づく。 マルチトロニックという単語の初出は、スタートレックの第2シーズン第24話、恐怖のコンピュータ M-5 である。マルチトロニックは、CVT の昔からの端緒を克服するために、リンクプレートチェーン駆動、揺れ多ンクラッチ、複雑な電子機器を使用する。ホントランスミッションは、アウディのダイナミックレギュレーティングプログラムによって、監視、制御される。DRP は、 ドライバーの入力、走行状況及びエンジン負荷を追跡し、使用者によって定められたように燃料効率、または最大性能のために最適なギア比を計算する。本ントランスミッションは性能を上げるために事前にプログラムされたアンダードライブを、または燃費を向上させるためにオーバードライブを選択できる。2004年からは性能マッピングを事前選択する。 スポーツモードを提供した。電子システムは車両が下り坂を走っているかどうかを検出するセンサーを含み、こういった状況において付加的なエンジンブレーキを与える。マルチトロニックは数多くのドライバーが選択可能な固定ギア比も提供し、ギアレバー、またはパドルシフトによって操作できる。初期版は6足、マニュアルモードを備えていた。2004年には7足となり、 その後発足にまで増えた。マルチトロニックトランスミッションを搭載する一部のアウディ A6 モデルは現在標準装備としてパドルシフトを備えている。これらの制御はパドルシフトの一つを動作させた時にセミオートマチックモードへと移行することもできる。しかしながら一定時間操作されないとフルオートマチックモードに戻る。マルチトロニックは同等の5速。 マニュアルギアボックスと同等、場合によっては、より良い。そして従来型のオートマチックトランスミッションよりも、優れた性能と燃費を示す。特に性能面では、同等のマニュアルトランスミッション車と比較して、ギア内での継ぎ目のない加速時間が優れている。マルチトロニックは、2.0TSI ガソリンエンジンを搭載した、アウディ A4、アウディ A5、アウディ A6、 およびセアとエクシオの全輪駆動モデルでのみ提供された。クアトロ4輪駆動システムやアウディ A3 で見られるような横置きエンジン配置とは互換性がない。最初はトルク限界は310ニュートンメートルであったが400ニュートンメートルのトルクに耐えられるように改良がなされた。2014年アウディはマルチトロニックを廃止し S トロニックに置き換えることを発表した。このため アウディ A5A と T がマルチトロニックを搭載した最後のモデルとなった。アウディ A4 のダッシュボード上の点滅するギアセレクター、トランスミッションシステムの異常を示している。その滑らかさと向上した燃費にもかかわらず、世界中の所有者から特に2006年前後に製造された6枚プレートのクラッチパックを使用したモデルで、 マルチトロニックトランスミッションが電子的な誤作動と機械的問題を起こしやすいという膨大な報告が上がっている。典型的な症状はダッシュボード上の点滅するギアセレクター、加速中の抵抗と振動の両方、またはいずれか一方、交代ギアを選択できなくなることなどである。アウディは5万5 0 0 0トルと1 1 5 0 0 0ルでの トランスミッションオイル交換を推奨しているものの、推奨された期間でオイル交換してもなお起こるトランスミッション不具合の事例が存在する。米国ではアウディ所有者が集団訴訟で勝訴し、10年以内にトランスミッションが故障した場合に新品と交換される。2001年、アウディは欧州全土でマルチトロニックトランスミッションを宣伝するテレビコマーシャルを放映した。 CM にはエルビス・プレスリーのモノマネ役者が出演した。CM ではマルチトロニックトランスミッションを搭載したアウディ社の滑らかな乗り心地を示すために後にバッケル・エルビスと命名されたダッシュボード人形が登場した。この人形はもともとは CM での使用のみが意図されていたが、CM 放送後にバッケル・エルビスに対する需要がファンの間で高まったため、 中国で大量生産され、アウディによって自社のファクトリーアウトレットストアで販売された。ありがとうございます。